ここ落としてどこにしよう。今回は、まあその未練がありつつも、その男性にしっかりとけじめをつけて進んでいくっていう女性の、強い部分とかをしっかり書きたいなと思って、書いて、で、まあ、それを中曽根さんに、さらにこう説得力を持たせてもらったというか、あと昼クライムにとってもものすごい新しい、試みだったので、本当にいい化学反応というか、こんなにも合うんだっていうのは正直感じたので、すごい、いい詩が書けたなと思ってます。はい。君はいた、確かにここに愛してくれた、誰より深く誓いの指輪の神の指輪。